相手がどんな話が好きで、どんな風に何を求めているかというところを感じながら話をする。例えばどこかの会社の商品とコラボをするとき、その会社の CM をやるとき、商品を共同開発したりするようなことがあれば、僕自身がその会社の社長とまず仲良くなること、ガクトは面白いとその人が言えば、それ以降の仕事はトップダウンで作業が最適となる。僕は常にトップの人たちと会って話をし、必ず仲良くなる。それはガクトだからできるんでしょ？と言われれば確かに役得かもしれない。だが、そのガクトは僕自身が作り上げてきたもの。それはビジネスにおいての努力、準備と言い換えてもいい。さらに、そのネームバリューがある上で、ガクトという人間は面白い、一緒に仕事をしたいと本質的に思ってもらえるところまで行く。気に入ってもらうという点では、女性に対するそれと同じ。とにかく、ファンになってもらい、その後で仕事を考える。仮にトップと会うことができず、トップダウンのやり方ができないとしても、仕事で出会う誰に対しても、自分の魅力を感じてもらう。そんな努力はできるはず。